皆さんこんにちは1月24日火曜日リビングライフの時間です私は日本キリスト教団仙台宮城の教会牧師の斉藤敦氏と申します今日も皆さんと共に御言葉の恵みを味わってまいりましょう本日私たちに与えられました神の御言葉は旧約聖書サムエル記第1・2章1節から11節です そしてテーマは、喜びを持って歌う、状況を覆される神への賛美です。サムエル記第一、二章、一節から十一節ハンナは祈った。 私の心は主にあって大いに喜び、私の角は主によって高く上がります。私の口は敵に向かって大きく開きます。私があなたの救いを喜ぶからです。主のように聖なる方はいません。まことにあなたの他には誰もいないのです。私たちの神のような岩はありません。 おごり高ぶって多くのことを語ってはなりません。王平な言葉を口にしてはなりません。誠に主はすべてを知る神。その見業は計り知れません。勇士が弓を砕かれ弱い者が力を帯びます。満ち足りていた者がパンのために雇われ飢えていた者に 植えることがなくなります。不妊の女が七人の子を産み、子だくさんの女が打ちしおれてしまいます。主は殺し、また生かします。読みに下し、また引き上げます。主は貧しくし、また富ませ、低くし、また高くします。 主は弱い者を塵から起こし、貧しい者を悪タから引き上げ、高貴な者と共に座らせ、彼らに栄光の座を継がせます。誠に地の柱は主のもの、その上に主は世界を据えられました。主は敬虔な者たちの足を守られます。しかし悪者どもは、 闇の中に滅び伏せます。人は自分の能力によっては勝てないからです。主は歯向かう者を打ち砕き、その者のに天から雷鳴を響かせられます。主は地の果ての果てまで裁かれます。主がご自分の王に力を与え、主に油注がれた者の,の角を高く上げてくださいますように。 エルカナはラマにある自分の家に帰った幼子は妻子エリのもとで主に仕えていた神は私のことを忘れていなかった覚え続けてくださっていたそして祈りに応えてくださったまあそのようにですねハンナはこの自分に子供が与えられたことを 大きな喜びを持ってですすね神様に応答する私たちは今日私たちに与えられた御言葉はまさにハンナによるその賛美の,この歌声というものがですね主に捧げられるそのようなシーンであるわけなんですけれども私たちはですね今日与えられたこの御言葉を聞く時に御言葉に聞く時にですね少しこう各所を見てみますと なるほどなと改めて思わされる箇所がこう散見されるわけです。ではそのことをですね私たちはえこの振り返ることによってえ私たちもまた神様への賛美をこの捧げる喜びへとこ預かってまいりたいと思うわけなんですね。まず一節をどうぞご覧ください。ハンナは祈った 私の心は主にあって大いに喜び私の角は主によって高く上がります私の口は敵に向かって大きく開きます私があなたの救いを喜ぶからです、まあ、このようにですねハンナはこの自分の喜びというものを満面にですね主に捧げるわけですけれどもここでですね「ハンナは賛美した」。 ではなくてハンナは祈ったと書いてあることに私たちはまず注目したいと思いますつまり私たちにとってですね祈ることとはすなわち賛美することまあその逆も言えるわけです賛美することとは祈ること私たちはですねこの賛美をするというときにこのどのような思いを持って 賛美を捧げることができるんでしょうか。まあ、どうしてもですね。賛美というのは、この音楽を伴うということが。あまあ、私たちよく知っているわけですよね。そうするとですね。あの音楽に周りにこの興味があって。音楽に通じていて。で、音楽が得意な人は。この賛美をするっていうことが、ものすごく喜びになるっていうことがあるかもしれない。 しかしですね歌うのが苦手であるとかですねこの人前で賛美するのはどうも私はちょっと得意じゃなくてと思う方ももしかしたらいるかもしれませんしかしですねそんな心配は全くないんですね賛美で大事なのはその音楽性もさることながらですねやはり主に向かってこの祈る主と対話をする この主に向かって自分の思いを打ち明けるということが賛美の真髄であってそれがすなわち祈りであるということなんです。ですからまあ今日ここで書かれているのはハンナの喜びであるわけなんですけれども私たちはこの祈るときにですね必ずしも100%喜んで祈るわけではないということをよく知っていると思います。 時には自分の苦しみとか悲しみというものを神様にぶつけて神様に自分の思いを聞いてもらおうという時にですね私たちは祈るることができる実際にハンナは自分に子供が与えられないというそういう理由で熱烈にですね神殿で神様に祈ったそれもある意味で言えばですねハンナによる賛美だった。 ですから私たちは祈りながら賛美をする。賛美をするように祈りを神様に捧げる。まさに今日のこのハンナの祈り、そして賛美はそのようなことを私たち一人一人に教えるものなのではないでしょうか。実際にハンナは今までいろいろな恥ずかしめを受けてきました。一人の女性として 子が与えられないという、まあ、そのような屈辱をハンナは得てきた。だからといってですね、ハンナは異国人になることもなければ、誰かに恨み武士を発することもなかった。ただただ神様のなさることにすべてを信頼して、神様に委ねて、そして神様のなさることを待ち続けた。その結果、 彼女は大いなる喜びをサムエルという一人の赤ちゃんを通して得ることができた。私の角は主によって高く上がります。角っていうのはですねこの動物がこう持つものですけどその角っていうのは高く上げることによってその動物の強さであるとかその動物がその動物であるということの存在感を示すものです。 何もハンナは自分でその角を高く上げたわけではありませんでした。神様がそのハンナという存在を忘れなかったからこそ、ハンナを覚え続けてくださったからこそ、その角を高く上げてくださったのは神様だったのです。そのことをハンナはよく知っていました。だから、二節でこのように賛美を続けます。主のように聖なる方はいません。 まことにあなたの他に誰もいないのです私たちの神のような岩はありません私が一生懸命祈ったから神様が聞いてくださったとかですねそれは祈りのせいかそうなったということではないんです主が聖なるお方であるから主がすべてをご存知だから私の岩となってくださったから私は今こうして喜び その角を高く上げ、あなたを賛美することができているんです。すべてはあなたのおかげです。と、そのように賛美をしているのです。三節にはこのようにあります。おごり高ぶって多くのことを語ってはなりません。横平な言葉を口にしてはなりません。この後に、誠に主はすべてを知る神。その見業は計り知れません。 そのようにこの書かれているのです。ハンナは神様のなさることにすべてを委ねた。それは神様がすべてをご存知であるからという深い信頼に立っていたからこそハンナはこのような計り知れない主の御業を高らかに賛美することができたのです。このあと私たちはそのことについてもう少し詳しく考えてみることにいたしましょう。 ハンナが神様によって祝福されたのはハンナが一生懸命祈ったからハンナがその祈りを積み重ねた結果そのご褒美として神が与えてくださったというものではありませんでしたそうではなくて神様の御技がハンナに働きかけた結果だったのです神はハンナのことを見捨てたり忘れたりなさらなかった 神様がベストと思える時にハンナにふさわしい祝福を与えられたのはハンナの頑張りの結果ではなくて神様の恵みゆえだった。私たちはそのことをですね、ぜひ知りたいのです。ハンナはですね、このような賛美を神に対して捧げています。旧説にはこのようにあります。主は、敬虔な者たちの足を守られます。 ここにある経験とは何でしょうか。神様を神様とする態度のことです。私が優れているからとか、私が能力があるから、それに神様が応えるのではなくて、神様こそ私たちの足らざる部分、私たちが何もない部分を全て補い、整え、そして祝福してくださる方であるということへの 謙遜な思いが経験という言葉に表れているのです。ハンナはまさにですね、自分を低めて、ただただ神様のなさることを信頼した。そこに自分を託した。そしてサムエルが与えられて、今このサムエルは主のもとで祭司の補助として働くことになるのです。 そこに神様の祝福が十分に現れているということを私たちはこの後の物語を通してぜひ見てまいりたいと思います。それでは共に祈りを捧げいたしましょう。私たちに祈りと賛美を与えてくださる神様。あなたのなさることの麗しさが私たち一人一人の心を喜ばせてくださり、 私たちは心からの賛美をあなたに捧げることを許されます。どうぞあなたの御わざを私たち一人一人の生きる糧としてこれからも私たち一人一人がその御わざを見ることのできるようあなたが生きて働いてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの皆によってこの祈りをお捧げいたします。アーメン